第6試合個性美エクスプロージョンバウト30分一本勝負を行います。オコラ155パンス井上貴子、赤コーラ175パンス井上京子、レフリー小山大地。さあ第6試合です。個性美エクスプロージョンバウトと題しまして30分一本勝負、井上京子対井上貴子、まあ、井上対決ということで注目なんですけども、今日はまあシングルマッチ非常に多いんですけれどもね、はい、この対戦も見ものですね。それでですね、後半戦のゲストなんですけれども、小川さんに代わりまして、先ほど試合を終えたばかりという堀田由美子選手です。堀田さん、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。どうも。先ほどは南選手だいぶ苦しかったんじゃないですか。そうですね、かなりね、こってりしたね、20分という感じがしました。結構お客さんにヤジ飛ばされちゃってそんなもんじゃねえだろうって言われてましたね。先生、本当そんなもんじゃないんですけど、うん、でもやりにくいっていうのありますしね。特にですね、男のファン層からのなんか人気度というか認知度というか、はい、応援の数でいうとやっぱり堀田選手の方が多いですから、はい、あんまり南鈴鹿の怖さを男のファンはあんまりまだ知らない。そうですね、そういうところがあったような気がしました。女子プロ界 のジャンボ鶴田ですから、そんな感じですよね、はい。で今日今リングに上がってます井上貴子は、はい、先日の JWP の対抗戦でもってタッグパートナー務めましたよね、はい、あれは本当に井上貴子の違った面がだんだん出てきた試合だという評価を受けていますが、はい、すごい良かったですよ。はい、貴子自身はあんまり良くないって言って結構悔しくて泣いてたみたいなんですけど、最終的にフォールが取られちゃいましたけどね、はい、でもそれが逆効果で良かったと私は思いますね。なるほど、はい、割と喧嘩マッチっぽい試合を得意なんですよね。そうですね、すごいですよ、見かけによらず、じりじりいじめるという見かけによらず喧嘩マッチの人ですよね。そうですよ、だからあれは良かったんじゃないかという対抗という図式があった方が、そうですね、ダイナマイト関西が結構すごいんですよね、はい、だから、うん、貴子は本当に実力でぶつかったんですけど、それがやっぱり叶わなかったというか実力の差ですね、はい、それでやっぱり負けたところが悔しかったという。なるほど、これの悔しさを覚えてどんどんこれからも、なるほど、勉強していくんじゃないですか。なるほど、割と今までの井上貴子っていうのは可愛い方のレスラーのタイプとして区別されてたでしょ、まあ、アイドルレスラーのたまに言われますけどね、だけど実力派なんだぞというところがだんだん出てきたし、そうですね、結構足技っていうんですか、足、はい、節なんですか、はい、固めたりしますよね、ああいうの細かいことはよく膝十字とかね、はい、固まって使ってますからね。そうですね、会場とかでいつも、はい、試合前に練習してますよ。あ、なるほど、はい、なるほど、まあ、その辺の練習の成果、この井上京子戦でもですね見せていただきたいところなんですけれども、井上京子の実力に関してはもう本当に、まあね、もう誰もが知るところだから、うん、ね、今日こうやって京子とシングルでやるっていうのは井上貴子にとっては結構大切なんですよね。大切ですね、いろんなところを勉強してやっぱり同期ですから、はい、やっぱ貴子もそれの気持ちっていうのは入ってると思うので、そうですよね、やっぱり京子は技っていうかテクニシャンなんで、はい、やっぱり貴子はその意地くそ悪いところでじゃないっていうか、そうですね、はい、意地悪い時の方が結構いい試合になりますよね。そうですよね、なるほどね、そういうところでガンガン攻めて取れんじゃないかというところを見せてほしいですね。そうですね、はい、一言で同期って言っても、はい、やっぱり井上京子の方がずっと先走ってきたっていうのがありますから、そうですね、これはしょうがないですもんね、はい、やっぱり、はい、今が狙い目ですよ。今狙い目ですか、はい、そうですね、対抗戦でまた、ね、井上貴子の注目度もだいぶ上がってきてますよね、はい、そうですね、ここで頑張って勝てばすごいものですよね。なるほど、このシングル戦、まあ、そういう意味も兼ねているということでしょうか、はい、井上貴子選手にとっては非常にチャンスを与えられたということも言えるんじゃないでしょうか。まあ、この2人のシングル対決というと平成3年になりますけどもね、全日本選手権で、井上京子のタイトルに貴子が挑戦して、で、まあ、その時は貴子が勝ってるんですよね、ただその後怖いことにタイトル置いてっちゃったのに、そのまま丸腰になった京子の方が上行っちゃったっていう怖さもありますから、やっぱりなるほどね、分かんないもんでしょう、ベルト本当に、まあ、ベルトを巻いてそれが起爆剤になってどんどん伸びていく、全日本選手権の時もそうだったし、うんうん、紫のベルトの時も紫のベルトなくしちゃったのに今度白いベルト取っちゃったりとかね、なるほどね、あんまりベルトっていうのはね、そういうの見ない方がいいんですよね。なるほど、結構調子よくポンポンポンって
あの京子も言ってましたよね、それで今ちょっとそうだんだん、テーマっていうかね、今度の目標がなくなってきたっていう感じですから、ところに狙ってタカ子が行くんですよ、それはいいと思います、ね、そうしますと、まあ、本当にタカ子の試金石となるこのシングルマッチっていうことが言えるんじゃないでしょうか。それでも、井上京子も優しくないですよ、今の足攻めなんか新しい技見せてるでしょ、こそこそっと、結構知ってますからね、同じトーホールドなのに両方の足決めちゃってちょっと座ってみたりとかね、やっぱマニアが見たら分かりますよね、全然この攻防はないぞとかね、今の展開は新しいとか、ちょっとずつちょっとずつだけど井上京子ちゃんと新しいもの見せてくれるでしょ、ね、すごいですよね、そこが怖い、やっぱり研究熱心ですね、研究熱心ですからね、そしてバックから技の数で勝負したら、ちょっと井上京子にはかなわないと思う、すごいですね、熱心ですね、もう技の数じゃなくてどっちかっていうと張り手で勝負するとかねそういう、そういう気持ちの部分、喧嘩マッチですね、そう気持ちの気持ち、そうこういう風にこの辺の闘志ですね、もう全然もう何ふり構わずフェイスロックならフェイスロックでもいいから、そうやってやった方が井上貴子の良さが出ると思う、地を出すんですよね、試合時間5分経過、5分経過、さあその辺の喧嘩ファイトが、ここで負けちゃいけないんですよ、やり返すんだよ貴子、なんかそう今の顔面蹴り一つでも井上京子がやると形になってるから恐ろしい、そうですね、本当はバカスカやった方がいいんだけど、なんとなくそれでも、綺麗なものになっちゃうっていうのかな、井上京子がやると、さあ先ほどから必要に、首を攻めてるわけなんですけれども、またバックを取ってのねバッコイ攻防に変わりました、さあじりじりとスタミナを下ろしてまいります、堀田選手も今日かなりね膝ぐるぐる巻きでテーピングしてましたけど、今日もあの井上貴子選手右膝の方、そうですね、テーピングサポーターの下にねテーピングしてるでしょ、悪いんですよ、あの子もともともう、悪いんですよね膝は、まあ、満身創痍ということなんですけれども、対抗戦でなんか指も骨折してるらしいですね、貴子選手は、そうですね、あの関西の蹴りをガードして、指が折れちゃう、折れちゃうという、すごい恐ろしいことですよね、すごいことですね、蹴りで指が折れちゃうっていうのは、さあその指の骨折、そして、まあ膝の怪我を押してのこのシングルマッチということになっておりますけれども、テイクダウンスなら普通に倒しちゃいいのに、ちゃんとね、なんか見せてから、なんか見せてからやるというね、すごいですね、一つ全然気を抜いてないというか、まあ、その辺の観客へのアピールというのも非常に高いものがあります、井上京子ちゃんとあれじゃないですか、家でもビデオばかり見てるんですか、あと鏡見てこれやっていくぞとかやってました、ここでアピールでしょうね、なんかやってそうですよね自分家でね、でもそういうイメージワークっていうのは非常に大切だから、そうですよね、それは本当に、いいことですよね、プロレスっていうのはやっぱり人前でやることなんだから、そうですね、本当にイメージトレーニングで本当にまあそういうものに近くなっていくっていうのはありますからね、でも割と普段のあの京子の試合から考えると割と今日はねちっこい、そうですね、あの戻ってくるところがこうやって、まあ、地味な試合展開というか、なんかこういうものにも戻ってくるでしょう、一回動いても、そうですよね、だからじっくりやろうとしてるのか、それとも割としつこいものをやろうとしてるのか、さあ高子どうしたとか、さっきも堀田どうしたってあったでしょ、そうですね、どうしたっていうのは太鼓さん見た人じゃないですか、そうですよね、多分そうだと思うんですよ、みんな見てる人が、あの勢いがどうしたんだという、というのはやっぱり全日本女子、要するに対抗戦自体があまりにも刺激が強いから、全日本女子の時もちろん身内っては言わないけれども、いつも競争してるんだけど、同じ団体だとやっぱりちょっと物足りなさを感じてしまうんですかね、テンションの違いが分かっちゃうんじゃないですか、それは本当に分けちゃいけないことなんですよ、分けちゃいけないんですよ、それは本当ですよ、こういうお客さんはね、お金払って見に来てくださってるんですから、勝負は本当に勝負は勝負、もちろんね、やってる選手はね、そんな意識はないんでしょうけど、でも対抗戦の刺激にはかなわないっていう部分があるね、やっぱりそれは人間ですからやっぱりどうしてもね、感情的なものもありますね、素直になっちゃうんですよね、そう、素直になっちゃうし、やっぱり他の団体にはっていうのは、そう、対抗戦っていうのはファンにとっても麻薬的な部分があるから、昔からそうですよね、対抗戦ってどうしても憧れて、それなりに期待して、なんかこう緊張感があってね、あの前場の定番の試合が色あせちゃったら、それが一番いけないことだしね、これからがそれが課題だと思うんですよ、それが思いますね、
交流戦、ね、やりますよね、ええ、それからやっぱりそれをみんなお客さん見たくて、うん、来てくれますよね。でもそれが一段落した時何がある、一段落した時にやっぱり考えなくちゃいけないんですよね、すごくそう思いますね、それが一番の今みんなプロレスっていうか、ね、女子の課題じゃないですか。課題なるほど、はい、今頭を痛めてるのかもしれないし、対抗戦真っ最中の堀田さんからそういうね言葉が出るっていうのは本当に一番今大切なのは、まあ、でも対抗戦重要ですもんね、うん、やっぱりそうですね、やっぱり関西っていうその目標っていうのが今ありますから、はい、でいつもいないでしょ 目の前に、うん、ですそれ本当にあの実現というかポンポンポンって本当に来ちゃったんですよ、8年前のことから今まで、はい、でも本当になんていうのかな、会社が作ってくれてメンバーを決めてくれてっていうそういうのっていうのは本当多いですよね、でも自分たちが決めちゃったっていうか、あそれは、一番ね、そうです、そういう要するに戦いを求めてたってことでしょ。そうですね、今回本当はシングルじゃなかったんですよ関西と、4月2日は、だけどそれを、まあ、シングルにしたとしたという、やっぱり一騎打ちでしょ。そうです、8年前はね一緒にタッグを組もうねなんて言って、はい、まあ門を叩いたわけなんですけれども、まさかこういう形になるとは。今のこれが井上貴子の良さじゃない、この顔が、そう顔顔顔この顔、うん、ほらすごいですねこれ、だって意地が悪いんだもんやっぱり意地悪じゃなかったらねでも好きな人は好き、こういう貴子、はい、ね、そうですよね、うん、うん、さあ闘志むき出し、怖いですよこれは。だってほらあのよくなんか学校、中学校とかでね、はい、こんな性格悪いのになんで男にモテんだろうっていうでもそういう女の子って、この人でもあの意地が、ね、意地が悪いやつって意地悪い人とか、それなのになんかモテちゃうとかね、そう、ね、いますよね、そういうタイプだと思うわ、多分井上貴子ってでもね、そういう時の方がね、魅力あるの多分人間的に見るあの意地が悪いわけじゃないです。いや僕は知らないですね、僕は、はい、じゃないですよ、結構、まあ、リングの上では、ね、でも意地悪い、ね、性格はそのまま出ますよプロレスって。あそうですか、ね、絶対出ますよねプロレスは性格は。でも優しいですよ結構、ところもある、はい、はい、私はあの先輩だからかも分かんないんですけど、あそうね、はい、でもそういうところは貴子の魅力じゃないですか、うん、だって、うん、気が強いとか気が荒いとかね、はい、結構あのこのストンピング攻撃に耐える京子、この辺も意地のぶつかり合いです。さあ一発のエルボーで返しました、いけ。案外ねあの井上貴子が意地の悪いファイトをしたことによって、井上京子が普段隠している激しい部分も、さあこれも素晴らしい、セカンドロープに一旦クッションしての、あまりにも素晴らしい、出ましたね、すごい運動神経ですね。でも何気なくあれをこなせてしまうという、こんなタカがドロップキックじゃないって言ったらそれまでだけど、そうですよね。さあ張り手、あこれは面白い、さあどうする、今度はエルボーで返した。さあこの辺はもう意地のぶつかり合い、これは、うん、これはタカ子の読み勝ちっていう風に、はい、あのトペレベールさんにね、行こうとしたところで、さすがその辺はもう同期ですので、この方もう読みに2人とも技を知り尽くしてというところですが、うまく返してカウント2。やっぱり溜めておかないとオーロラスペシャルってのは出せないですね。ちょっとまだ早かったかなという感じですけれども、軽いステップでまたドロップキック、素晴らしすぎる、いや本当に見せますね。ああいうとこって歩けるもんなんですか。いやなんかね、でもやっぱり練習してますよ、そう、ね、あのロープに飛んだり何々して、でこの間あの見てたんですけど、橋のコーナーから橋のコーナーまでトップロープを使って、歩いて、最後まで行けたくて、すごい喜んでましたよ。あルチャの選手なんかはね、今の攻防は井上貴子素晴らしかったですよ。本当だったらボディスラムやった後コーナーまで走っ てエルボー行くでしょう、はいはい、あの足を捕まえて膝十字に、なるほど、膝十字っていうのは井上貴子が大切にしてる技でしょ。そうですね、でも結構効くんですよこの人、足太いですよね、足太いし、ね、結構力が強いんですよ、はい、でさあグラウンド上外からで、はい、お尻が大きいからグラウンドが井上貴子が飛べ、そうそうそう、あの腰がしっかりしてるからそういう感じですね、ギュッて乗られた時も結構動かないですよ。お気をつけてください。この見事なトペがヒットしました、確実にヒットして舞台は場外ですけれども、さあこの辺でまた貴子の闘志がむき出しになる、イエス攻撃でラスト殺法です。あもうすごい形相で京子を投げつける貴子、
椅子で打つっていうよりもなんか椅子投げつけてすごく意地悪でよかった。なんか変な言い方だけど。さあ今度は本部席の机だ。しかし井上京子もこのまま黙ってはいない。さあお互いの意地のぶつかり合いになってきました。そして場外でのブレンバスター合戦から、お今度はここでおっダブルアームですね。うわー、これはもろに腰を打った。恐ろしい。いやー、当然場外マットなんかは引いてません。もろに腰を打ちました。エプロンに座る井上貴子の顔がまたなかなかよろしい。そうですね、どうだと言わんばかり。さあ先ほどから指摘があるようなこの辺の意地の悪さというのが無理だって。もっと出れば面白い。危ない、これは危ない。これは勝ちにいってるね。なんかすごいな、驚きました。井上貴子ここまでやるとは思いませんでした。いや大丈夫でしょうか井上貴子。やっぱり怖いとこが出るときは井上貴子はいい。これはもうなんか見境ない攻撃と言っていいんでしょうか。大丈夫ですか京子は。これちょっと心配ですね。今のは後頭部もろに打ったんじゃないでしょうか。さあここで場内からは京子コール。何か貴子がヒールというなんか風貌でリング中央で待ち構えてるという、まあいかにバンプの天才とは言っても下が床でしょ。リングでやられるのと違いますもんね。違います、全く違いますもんね。いやちょっと心配です。でもあれをやった後にやりとした貴子が好きというファンもあれでいいんですよ。あれでかなりずぶとくなってきました井上貴子。さあ場外カウントが数えられます。あのやっぱりテクニックねとか技で勝負しても悲しいかな井上京子にはおそらくかなわない、うん、技では。だからこういう攻撃も確かに反則かもしれないけども、勝つためにはこれもしょうがないという気がし、なんかしますよね。そうですね、やっぱりいろんな戦いがありますから。やっぱりプロレスですから、うん、こういう戦いも一つあるし、うん、さあ場外カウント18までいってます。さあギリギリで入りました。しかしかなりかなりのダメージ。あーっとそして髪の毛を掴んでの今度は何を見せるんだ。おっともうバックドロップからそのままホールカウント、カウント2。いやもうこれダメかと思いますけれどもね、ものすごくレベルの高い試合、本能的に何か井上京子体で返したという感じですけれども、さあかなり厳しくなってきた。今度は雪崩式の何に行くんでしょうか。さあコーナーに釘付けにした、ええ、あ、甘いですね。得意技出るか。お髪の毛を掴んで、そして京子の右腕を掴んでアマップ。すごい落差がある。さあカウント、おカウント中で跳ね返した京子。いやすごい試合になりました。井上貴子のベストバウトじゃないシングルでは、そうですね、ここまで攻めなくてね、しぶとく。さあここで場内からすごい京子コール。そしてバックを取って開始でまた開始技を抑え込んでカウント2。今のも踏ん張り勝ちだもんね。そうですね、やっぱりこの調子でいかなくていけば勝てますよ、うん、これは本当に貴子の一番いい形の試合になってきた、はい、さあ一体戦宮のチャンスを生かせるか井上貴子。さあそしてもう一回流れ式のアームホイップ同じ技を食うか井上京子、うん、さあトップロープからこれはすごい落差があってブレンバスター。井上京子が体が宙に舞いましたよ。カウント2、カウント2。でもこれでもう一回井上京子のペースになりますよ。あ、そうですか。そうだって、うん、もう出すものが自分の手駒を使い切っちゃった。使い切りましたもんね。そうまさかこれそこまで貯めることのできる井上京子というのは素晴らしいですから。いやそれにしても今まさか返すとは思いませんでした。完全にこれを返したパワースラム、一瞬の返し技でカウント2。まだこの余力が余っていました井上京子。さあ出ました、観客にアピールします。しかしあかなりかなり来てますね。さあおっとこれは返した。
ね、やっぱり大技ね、そんなに簡単にはやらせないぞっていうね。しかしもう一回、もう一回トライする井上京子は、おっと寿司返した。さあ高さ抑え込み合戦から今度は京子がカウント2。いや本当に手に汗握る展開になってまいりました。さあお互い本当に大技の連発。さあラリアットかわしてエンジンラリアット。今までね、受けてたのにブロックして、はい、さあそしてこのままホールです。とカウントこれも2。ギリギリのところで井上隆を返しました。さあ今度こそナイアガラ、あエアプレンスピン、エアプレンスピンに行きます。そしてこのまま、あすごい変わった形ですね。変わった形ね。ピンを使ってナイアガラオームという形でしょうか。うさあそしてもう一回行った。今度は今度は決まったね。決まりましたか。これはおなんと20分経過。自分で返したんですね。自分で外したんじゃない。驚きました。自分で外したんですね。あれだけ井上京子はもう復讐に燃えてますね。完全に先ほどこれだけやられたんだからって思いますしね。あれあの分返さないといけないという。高子どうしたと。多分ね今日は高子は最初に赤子かなり高子ブロッキーですか。いやでもこの人の根性なら起きますよ。起きますよね、はい、起きます。さあ今度は逆に高子コール。あカウントが数えられています。7。あと3秒で立たなければノックアウト負けということになりますが井上高子9。あしかしこれ立ち上がった張り手。いやしかし井上京子の容赦ない攻撃カウント。あー楽しみ。でもこれは正直ブロッキーですかね。素晴らしかった。21分8秒井上京子選手のポールが進めました。いやものすごい不動でした。井上貴子の方がね、先に隠し玉っていうか奥の手を使ってきたでしょ、うん、だから激しい強攻もあるんだっていうところも見られたしね。最後はポール行く前に一回立たせるチャンス与えたでしょ、うんはい、そこがまたなんか勝負師って感じがしたし、あと一歩貴子も何か持ってればそうですね、もっと詰めたんですよね。やり尽くしちゃった。そうですね、ないから、まあ、それを返されたという、そうですね。やっぱ上手いですよ。だから1ミリぐらいで今日はまだ井上京子の方が勝ったって感じ、なるほど。でも本当に井上貴子もぐいぐい上がってきちゃったね。そうですね、なんかそんな気がします、はい、第6試合は本当に素晴らしい試合でした。井上京子は井上貴子を下しました。21分間という死闘を制しました井上京子選手です。かなり厳しい試合でしたけどね。はい、あっちも来たんで、はい、自分も負けてらんないと思って、あでもこれからいいライバルになっていけそうです、うん、もう今日は本当に場外でかなりいいの食らってましたけども、いい度胸してますね彼女も。どうでしたあれは。でもああいうところが彼女のいいとこかな、うん、私も頑張りますよ負けないように、フィニッシュでですね一回高子選手をこう起こしましたけれども、あもうすごい頭に来ちゃったからもう素直な、うん、もうその前は全然覚えてない。何があったか覚えてないって全然。本当にベストバウトだったんじゃないかっていう気がするんですけど、そうかな、うん、いやお客さんが喜んでもらえればもうすごい嬉しいですけど。本当に素晴らしい試合でした。こんな痛い思いしたんですから喜んでもらわないとねお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。